会いたい。うちのアンチュウおすすめの沖縄料理、食べると元気で長生きできますよ。チャーガンジューを目指しましょう。食べて沖縄県民のパワーをもらいましょう。コスパの良い店多すぎる。最初のお店を紹介しますよ。モノレール首里駅から歩いて5分の場所にある七星食堂さん。駐車場が店舗前と近くにもあります。県民激推しの定食屋さんです。首里城の近くにあるので観光客も多く訪れるお店ですよ。常に行列ができているみたいですが、並んでも食べたいとのこと。並ぶのが嫌いな沖縄県民が並ぶほどのお店です。近くに住む妹家族のおすすめの定食屋さん。安くて美味しくてボリュームたっぷりだそうですよ。毎日来ても飽きないほどのメニューがありますね。島豆腐を製造販売しているお店が豆腐料理を中心に定食屋としてオープンしたお店です。ゆし豆腐や島豆腐も販売していますよ。ソーキ汁定食1100円。このボリューム圧巻です。最後まで食べられるか心配ですね。丼一杯のソーキ汁、もずくす、デザートに甘かしもセットです。ゆし豆腐も注文しました。ゆし豆腐小220円。ゆし豆腐人気のようです。チキンスタミナ焼き定食850円。この定食もボリューム満点でがっつりいただけますね。ボリューム満点のお店なので若者のグループも多いですね。結び昆布も入っていて野菜もたっぷりいただけます。島豆腐も入っていて早期からの出汁と昆布とカツオ出汁。この丼だけで満足できる一杯でほっこりします。体にも良い食材が全て詰まった汁ですね。これぞ沖縄の家庭料理。沖縄ならではの料理で、やっぱり沖縄で食べるから美味しい。軟骨ソーキも柔らかく煮込まれています。美味しくて懐かしくて、心もお腹も満腹です。沖縄の味噌汁も具沢山の味噌汁ですよ。揚げ出しのナスと豆腐も小鉢だと思えないほどのボリューム。これがまた最高の味でした。豆腐がやっぱりうまい。生姜で味変しますよ。生姜を入れることでまたまた食欲をそそりますよ。沖縄の汁料理には
欠かせない生姜ですね。出来たての油脂豆腐が優しい味付けで美味しいです。沖縄では固める前の油脂豆腐をどの家庭でも食べますよ。かつおだしでさっぱりいただけるので食欲がなくなる夏にもぴったりです。モズクスも最高の味に仕上がっています。酢の加減が本当に好みの味付けでした。沖縄ぜんざい、沖縄の食後のデザートにぴったりのぜんざい。沖縄ぜんざいは金時豆、白玉、押し麦が入っているのが特徴です。満足です。最近の沖縄、たくさんの進化系グルメや内地から美味しいグルメも入ってきていますが、やっぱり沖縄に来ると小さい頃から食べていた沖縄の家庭料理が食べたくなります。内地に住む豆散歩の沖縄料理愛が止まらなくなります。今では内地でも食べられていますが、豆散歩の若い頃、ゴーヤーもなかなか手に入らない時代でした。飛行機代も高くて気軽に帰省できませんでしたよ。翌日も七星食堂にお昼を食べにやってきました。島豆腐たっぷりの麻婆豆腐770円。油脂豆腐定食チキンカツセット850円。ボリューム満点、やっぱり量が多いですね。油脂豆腐がメインでがっつりいただきたい若者にも人気です。老若男女におすすめのセットメニューですよ。豆散歩が注文したのはヘチマの味噌煮770円。ナーベーラーだけは未だに内地で見かけたことがありませんね。絶対食べたくなる豆散歩のソウルフードです。ポークランチョンミートと島豆腐、最高の組み合わせです。あ、ニラも入っていますね。沖縄料理にはニラも欠かせない食材の一つですよ。沖縄で食べるもずくは太くて美味しい。懐かしい味とナーベーラーの香りに箸が止まりません。島豆腐も美味しすぎる。リピート間違いなしのお店です。
次のお店は地元民に人気の地域密着型の居酒屋さん、居酒屋花丸亭さんにやってきましたよ。コロナ禍外出できなかったので久しぶりの居酒屋だという妹家族と共に夕食にやってきましたよ。沖縄県民は国際通りの居酒屋は観光客が多いので行かないそうですよ。花丸亭は住宅街にある地元民に愛されているお店です。地元で採れる海や山や畑の食材を使った料理がたくさんありますよ。しかもリーズナブルなお値段です。豆散歩が沖縄で食べたい料理が揃っていますね。花丸亭は全国に数店舗あるみたいですが、京塚にある花丸亭は沖縄食材を使った料理が満載です。圧巻のメニューの多さに驚きですよ。低価格設定でいつでも立ち寄れる居酒屋さん、支払いも心配しないで楽しめますよ。食べたい沖縄料理多すぎるぞ。泡盛などアルコールもたくさんの品揃えでした。飲み物も安い。オリオン、名護ビール。三品茶杯380円。豆散歩、沖縄では三品茶杯しか飲みません。泡盛なぜか二日酔いしません。ゴーヤーチャンプルー580円。沖縄定番の家庭料理のゴーヤーチャンプルー、三枚肉じゃなくてポークランチョンミートが嬉しい。ポークランチョンミートは欠かさずストックしていますよ。カレーでも野菜炒めでも肉代わりに大活躍です。マーベーラーにちょいため580円。またまたナーベーラーです。大好きなんですよ。柔らかくて味噌がしっかり染みていて、これこそ沖縄家庭の味。子供の頃、ナーベーラーが取れる時期になると、毎日ナーベーラーの味噌炒めでしたが、沖縄を長く離れていると、なぜか食べたくなる。懐かしい味です。内地では、まさかヘチマを食べるの、と、友人たちに不思議がられます。沖縄旅行で一度は食べてもらいたい沖縄の家庭料理ですよ。沖縄のチャンプルーや沖縄そばを食べないと沖縄に帰省した気がしません。島らっきょう480円。島らっきゅうも最近内地のスーパーでも買えるようになりましたが、
塩漬けにするまでには相当な時間と手間がかかりますよね。食べるのは一瞬ですからね。ヤンバルはさ、マーベラしかなかったからさ、いやちっちゃい頃手間を考えると、お店でいただいた方が安いですよ。シャキシャキとした歯触りと独特の香りがたまりません。沖縄そば麺の焼きそば680円。甘辛いサバとの相性が抜群でした。沖縄家庭料理のほとんどがだし代わりにシーチキンを使いますが、甘辛いサバでも美味しいです。来年になるとおしゃべりしてるよ。グル君の唐揚げ盛り、グル君も県の魚として沖縄でよく食べられている魚ですよ。塩煮でも食べますが、やっぱりグル君といえばガリッガリに揚げて食べるのが定番ですね。おろしポン酢で食べると酒も進みます。あり、乾杯。うまい、うまいが止まりません。骨まで食べられるように上がってます。沖縄でしか水揚げされないと思っていたグル君ですが、熱海港でも水揚げされたと聞いてびっくりしました。最近シイラも水揚げされたり、最近の魚の居場所が変わってきたのでしょうか。温暖化も悩ましい問題ですね。テビチ塩焼き680円。テビチ料理大好きで沖縄に来ると必ず食べます。塩焼きって珍しいかも。このトゥルントゥルンがたまりませんね。コラーゲンを摂取しますよ。白髪味噌炒め580円。ニンニクたっぷりでプルンプルンです。これもまたコラーゲンたっぷり。今更だとは思いますが、コラーゲン摂取します。トゥルントゥルンの豚の皮が大好きなんですよ。沖縄では豚の鳴き声以外全部食べると言われていますからね。エビマヨ680円。内地でも珍しくないエビマヨですが、味がすごく美味しくて最高でした。やっぱりマーベーラー箸が止まりません。プーチキナー580円。シマナーを塩漬けにしたものをチキナーと言います。
内地で言うとからしな、高菜の種類の野菜だと思います。塩抜きをして炒め物に使用しますよ。沖縄ではド定番の野菜の一つです。シーチキンを入れたチキナーのプーチャンプルーもうまい。シャキシャキで味付けが好みの味付けで美味しくいただきました。このお店もリピート確定のお店になりましたね。天ぷら盛り合わせ、玉ねぎと紅生姜の天ぷら、もずくとゴーヤーの天ぷら、そして魚の天ぷら、沖縄の天ぷらの特徴は衣が厚くて塩味がついているので、そのままで美味しくいただけます。もずくにゴーヤー、魚の天ぷら、沖縄天ぷらの具材に魚は欠かせない存在ですよ。もずくも内地では珍しい天ぷらの具材ですね。お店の雰囲気もお店の方々もとても良かった。沖縄で水揚げされる魚たち、呼び方が独特ですね。握り10貫1400円、安くてうまい満点の沖縄居酒屋でした。お店を予約してくれた姪っ子に感謝です。次のお店は老舗の沖縄家庭料理のお店、国際通り近くにあるミカサさん。国際通り近くに働く地元民の胃袋を満足させているお店です。地元民でいつも満席です。県庁前駅からも徒歩圏内ですよ。沖縄のお母さんたちが作る沖縄の家庭料理が好評で地元民熱愛のお店です。沖縄風すき焼きや生姜焼きやカツ丼が人気みたいですよ。プーチャンプルー750円、シンプルにフーチャンプルーを注文しました。お母さんたちが作ってくれる沖縄の家庭料理は間違いない味ですよ。母親が作ってくれた味付けによく似ていて、具材もシンプルにキャベツ、もやしとポークランチョンミート。ここに来ると母親の味が食べられて幸せです。料理が作れなくなってしまった母の味を三笠のお母さんたちに作ってもらっています。本当に美味しいですよ。ご飯が進みます。一
かがでしたでしょうか。沖縄に来たらぜひ食べてみてくださいね。沖縄料理、馴染みのない料理が多いと思いますが、美味しいので一度は食べてほしいですね。お店詳細は概要欄をご覧ください。最後までご視聴ありがとうございました。なめさんぽ続きます。高評価、コメント、チャンネル登録よろしくお願いします。